ついに今年から2000系と2300系がデビューするな。そうみたいやな。俺は2014年、あんたは2013年からの製造やから、10年ほど俺たちが半径の最新型っちゅうことで顔を売ってきたよな。いや、そこやそこ。あのな、俺たち1000 13と1300の1000グループで、今半径で何両あるかと言われたら、288両あるわけよ。突然何を言い出すね。ん一方で、 7000さんと7 3 0ん、いわゆる7000グループでどれだけいけるかっちゅうと、293秒なんや。これはハンキーの最大勢力や。ほう、それは知らなんだ。あと6秒。6秒あれば、7000さんたちを追い抜いて、俺たちがハンキーの最大派閥になれるわけや。それがここで俺たちが製造終了になるとは、夢にも思わんかったで。 一変成あれば、俺たちが最大派閥になれたわけやな。そうなんよ。くそ最大派閥になれば、数の力で、あんなことやこんなこともできたのに。いやいや、何やそのイラストは。はぁ、あ、俺は、関係の新型は、全系と1300系が常備され続けると思ってたよ。2000系が最新型になるなんて、俺は耐えられへんよ。関係の顔は、俺たち視線と、 1300やで。2000の奴らなんか、前の窓が釣り目っぽくなったくらいで、あとは俺らとだいたい同じやんか。あんた1000系でえで、1000系で。そんなこと俺に言われてもな。2000系なんか、1000系2000番台でええやん。2300系は、1300系2000番台。いやいや、それは番号おかしいやろ。やるのなら、1000系二次車、1300系二次車とか、他に言いようがあるで。ああ、そうか。 まあ、それで、とにかく、半球が出す新車は、これからも、千系と、千三百系でなくてはならんのだ。我々が、数の力で半球を支配しよう。自民党かよ。こうなったら、長老を引っ張り出すしかない。ちょっと行ってくるわ。え、どこ行くねあ、のせでん千七百の大先輩。お疲れ様です。おー、千やないか。 ど大先輩、お聞きになりましたかこの度半急に2000系と2 3 0 0系の2代目が走り出すんですよ。そうみたいやな結構なこっちゃ。えいいんですか大先輩がご存命やのに2000系なんて番号を使っても、大先輩はもともと半球2000系じゃないですか。あまりにもリスペクトが足らんのじゃありませんか少なくとも、大先輩がご存命の間は、 2000なんて番号を使うことは許されませんよ。大先輩から会社にクレーム入れてくださいよ。いや、わしいません何百景やし、2000なんか昔の名前や。それにもう、阪急の時よりのせ電の方が長くなっとるから、2000中名前に愛着はもうないわ。ーああ、失礼しました。なんやあいつ。 元二千計算を立ちつける作戦は失敗したわ。そらそうや。もうあの人が乗せ殿に行って30年は経つんやから。まだ二千たちがデビューするまでに時間がある。なんとしてもあいつらを俺たちに編入して、俺たちが七千先輩を追い落として、天下を取るのだ。いやいや、そんなもん数にこだわってもしゃあないで。<laughs> 鉄道は数だよ、兄貴。またおけのわからんパロディーしてやがる。 7000グループを追い抜いて半急の第一勢力になることを目論む戦警。果たして2000系と2300系を戦警グループにねじ込むことは成功するのか次回。金沢文庫に散る。君は生き残ることができるか